はいじゃあセンター、お願いします、えー、今回で3回目のオリンピック、えー、になります。まあ、今、ですね現状、えー、金メダルをね、狙える、えー、本当はランキングにはいないんですけど僕自身、棋金しか見てないので取れる自信はもちろんありますし取れる準備をしてますので男子フルーレとして 金メダル2つ取りに行くのが僕たちの仕事だと思っているし僕の仕事だと思っているのでオリンピックで僕は金メダルを取るためにです、ね、生まれてきたと思っているのでぜひ、今年取りたいなとううやはり太田選手を目指し続けて今、個人団体ともに代表となることができたことを非常に嬉しく思います。今回のオリンピックは 僕にととっててのの初めてのオリンピックとなりますですので、えー、あまりプレッシャーというものを感じずに、ルーキーとして、えー、精一杯メダルを目指して頑張りたいと思います4年間、えー、厳しい練習をしてきて、ロンドンで勝負できる日を、えー、本当に心待ちにしてきました、今度のオリンピックは自分の集大成として、すべてを出し切って、金メダルを取って帰っていきたいと思います。 個人戦出れなかったのは残念でありますが団体戦でやっぱり自分にしかできないことがあると思うし全員が全力を出したら絶対に金メダルを取れると思っているので全力を出して金メダルを取って日本に帰っていきたいと思います。